皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年、10月の26日、11時36分これ、まあ、建築業界の人間とあと政府の人間全員が知っておかなきゃならないんですけども、特に街づくり課ね、もともと街づくり課っていうところが世の中をめちゃくちゃにしてきた、政府の一つである。阪神淡路大震災が1995年にあって、全壊した家屋を、政府はお金出して解体してあげたらよかったのに、それほったらかしにしていつ倒れるかわからないビルとか、それが私が住んでいた東山高校、神戸市兵庫区東山町4丁目16の4だったかな、まあ、なぜ東山高校、それをほったらかしにしてヴィッセル神戸のウイングスタジアム神戸ずっと作ってたから、そいつの名前が、その当時の市長の名前が笹山市長って言うんです。神戸町づくり課のもともと公務員だった男、サッカー利用して票を集めて高い給料を得たかった人間、これが結論でいい。で、そんなやつは神戸市の対象になってしまったものだから、世の中どうなったかって言ったら、神戸市でもともと12階建て以上のビルなんかまずありませんでした。なぜ作っちゃダメか、ダムの水位よりも高い位置に建物ができてしまうと、水を供給するときに電気使われるでしょ。それ模してしまってるんです。アベノハルカスなんか大阪の絶対にダムの水位より高いところにあるんです。なぜなら兵庫県の一個ダム、京都府の高山ダム、大阪府にそもそもダムなんてほとんどありません。高い標高にある一個ダムとか高山ダムでも113メートルとかそれぐらい、だいたい満水時で130メートルとかそれぐらい電気で組み上げてる。エレベーターでも電気使用されてる。エネルギーの残存量もね、全員分かってないから、建設業界が。あと、自分たちがどれだけ建てすぎてるかっていうこと分かってない。あと少子化問題と。東日本大震災があったのが2011年の3月、11日で、その年、空き家は600万件台だった。今も1000万件になってるんですよ。ずーっと建物作りっぱなしなの。買い手がいないの。2003年に個人情報方法が出来上がってから、人口は極端に少子化になってるの。逆ピラミッド型。年齢層別で見ると。買い手がいないの。そもそもで言うと。作るのにガソリンとか消費されるでしょ？現場に持ってくるまでの金属の金属加工でも大量の電力とか使用してるから。いつまでたっても社会っていうものを覚えれる人間が現れないの。全然社会人の中で勉強してない奴らばっかりなの。本当にもう警察官からしてそれだから、もうそこんなエネルギーの使い方してたら、その普通級のもうホームページ IK するのに36万本当に見なさい。それは本当だから。未来ないよ。今の若い人たちに。エネルギーの輸入止められて、スーパーマーケットとかに食料並ばなくなって、物流が止まるから。そういうところはみんな移動もできなくなるよ。車、動かすガソリン、あるわけないでしょ。すぐになくなるよ。もともと3ヶ月分や、備蓄してあるの、日本は。ガスは90日分。で、あと、神戸市の、千狩ダム、106.7 メートル、大体。で、青野ダムも大体同じぐらい。川下川ダムも、
これはどこからどこまで本当かどうか自分で、歩いて登らなきゃ分かりませんけども、213メートルっていうことになってます。丸山ダムもある程度の標高はありますけども、もともと丸山ダムは西宮北部の那智大や鯰や船坂、山口町、こういったあたりに水を供給しています。で、多分僕の予想になってしまうんですけども、どうしても西宮那智大の方だったら南台だとか、ああいったまあ、2000年の頃にはだいぶほとんど空き地はなくなっていて一軒家が建ってる状態ですけども、そういったところも多分ここからのダムの水の供給だと思います。で、他にも新しく新設されていたところがあって、もうそこはこう近年ではもうほぼ埋まっている状態ですけども、だからその辺に水を回していくだけで手いっぱい。だから神戸市内とかで、高さ50階建て以上のビル、絶対100枚とか超えますよ、高さ。1フロアで自分の家の天井見たらわかるじゃないですか。2メートル以上あるなっていうことぐらいわかるじゃないですか。で、その間にコンクリートとか木が入ってるんだから。じゃあ50階建てで100何十メートルは確定ですよね。で、山の上とかに12階建てだけども、例えば、兵庫県小野市の、神戸電鉄の市場よりももっと北の方のところまで、行けばよく見えるんですけども、まあ、集合住宅が建てる12階建てぐらいの山の上なんですよ。加古川市の河川を上流を見に行ったとしても、例えば加東市の大川瀬ダム、そこからの水の供給だと多分遅れないと思います。向こうの方が高い位置にあるから、多分ね、どうしても多分とかおよそという言葉が当てはまります。計測器なんか持ってませんか私で。もともと政府のデータもある程度で出してるから。で、過去はもっと上流まで行くと、藤岡ダムとか船木ダムとかがあったと思うんですけども、そのあたりからの水の供給標高とか、もうなんとなくでわかりますよ。アホばっかりだったっていうことは。電気使って水汲み上げてる連中とかいっぱいいたと。で、仮に、電気使って水を汲み上げてなかったとしても、高いビル建てた時点で、ね、建設が大バカだったんですよ。もう第一級建設士の資格、剥奪しちゃいいから。4階建てのエレベーターのない高さの住宅。これが正解。エレベーターなんかつけられたらエレベーターで電力消費するから。エネルギーの残存量問題の方が先。ないよ。今20代とか30代の人たちの未来に。ガス、石油。はっきり言うよ。君たちがずっと、淡井圭介は大真面目に説明してきたのに、ずっとそれを覚えようとせんかったからや。安藤忠雄さんもこの世が歩かされと。一応一級建築士で、政府との癒着で、万博、淡路花博開いた方、建物、設計。まあ、あと絶対合わない。で、この辺歩いたところで僕からしたら挑発行為。何の解決になるのって。あなたたちの仕事は、高いビル建てちゃダメよ。エレベーターなんかつけちゃダメよ。これだったでしょって。もう歩いて何ごまかしてんのって。僕を精神病院行きにさせて、これで何にも言われないような状態にして、もっと金儲けしたかった。はあ、そうですか。へえ。もうこれがこちらの本音。自分が裁判した時にどうなるかぐらい自分である程度考えれるようになってください。50億人以上の命がかかっていて、最終的には90億人の命がかかっています。エネルギーの残存量問題の解決ができなければね、今更先進文明離れてどうやって生きていくんです。
ダム作っても宝塚なんか最初は歯の病気になってる人たちがいっぱい出ていたんですよ。しっかりとした路下器がついてなかったから。これが本当だ。先進文明離れたところで、まず先進文明から離れた生活がまずできるかでいうと、もう無理や。どう考えてもガスの供給とか、家の台所とか、簡単にガスね、コンロ開いたら料理作れるからなんとかなってるだけで、風呂の炊き方から何から何まで、そう、電気が使えるところもそう。いい？建設業界、もう建物作っちゃダメよ。余ってるから家。そこに入ってもらったらいいの、買ってもらったら。で、仕事の接待数なんかものすごく減ってるの。すごい過度の少子化が20年以上続いたんだから、経済原理的に倒産するところは倒産するに決まってるじゃない。君たち建設業界は政府からお金をもらってしまったから、正常じゃなくなったんだよ。なぜ政府上層部で、世界中の政府上層部で、淡井圭介のことをいろんな人たちが知っていて、淡井圭介の言った内容に協力してくれる人がこれだけ多いかって言ったら、君たちがあまりにも未熟だからなんだよ。大したことないの。昔から建設業界は。で、この間、やっと岸田さんが無駄な建設工事をストップさせますっていうことを発表したんですよ。もう加古川市の方で山陽自動車道がもともとあるのに、そこと高速道路とをつなげるようなものを身勝手にいつか作り始めていた。あれだけ作んなよって言ってたのに。い大林組とか鹿島建設とかの会長がいたとしたら、会長は大臣と同格なの。各都道府県知事と、各都道府県知事は各都道府県県警に指令を出せるの。大臣も同じようなことができるの。僕は国会で大臣と同格として扱われてるんです。そこでは嘘はなしだから。大声であれだけ各歴代の総理が言ってる以上、絶対間違いないです。現にこの間文部科学大臣を下ろしました、私の方で。無理だよって、君舐めてんのって、お前年齢が上なだけだよって。髪の毛染めてるやつが文部科学大臣。学校でみんな髪の毛染めたらダメだっていうことで、これ教育受けてるだろうって。どれだけ根性腐っとったらそんな方法で金稼ぎしようとすんねん。それで高級が痛かった。しつけっていう感じは意味見たらわかります。身だしなみのことなんです。見た目でわかるわ、すぐに。まともに生きていこうという気はないことぐらい。海洋基本法違反や。河川、海を汚しちゃならないってちゃんと書かれておる。最終的な判例でもそうなってる。昔の工業問題。金に狂った工業社会。日本の汚染されまくった海とかの工業地帯の状態。それは裁判で海洋基本法違反から止めてるんです。お前ら工場全部止めろって。以上、建設業界の人。今さっきこっちがちょっと震えたけども、お前、淡井圭介に対して敵持ってる。持ってんの？どうなれ？名前と住所、電話番号名乗れ。それだけの根性あんの？正々堂々とした男らしさあんの？ないんやろ、どうせ。しゃしゃり出てくんな。お前らの方がはるか隠して。はい、皆さんチャンネル登録と、淡井圭介が YouTube にアップロードしたら、着信通知が来るように、しっかりと設定しておいてください。私が言った通りに社会全体が動かなかったら絶対に滅びます。急にエネルギーの輸入とか止まって、もう安倍さんが泣いてるとこ見たから。もともと試合でしたから。安倍さんで日本で一番長い長期政権を築きましょうっていうことでスタートしたんです。2012年ぐらいかな、実質的に始まったのは。それで世界中との上層部との、もともとはパイプも私は二十歳ぐらいの頃からあったんです。で、広島原爆投下の日にオバマ大統領に来てもらったり、もともと僕は二十歳ぐらいの頃に、
世界中のその後政府上層部に、上がっていくとされている人たちの前で人権作文を読んだんですよ。中学生の頃に書いた。で、そこから黒人初の大統領の、話が始まってるんです。で、オーアンさんは、期待に応えていただいて、広島原爆投下の日に、アメリカの大統領が初めてなんですよ。来てくれたのがね。誰も来てくれたことなかったんです。原爆投下の日に、異例に。異例っていう意味ですよ、もちろん。で、その後、2017年に国連の、トップであるパン・グィムン国連総長が、長崎原爆投下の日に、来てくれています。で、これは日本とアメリカが今までの戦争の中で一番悲惨な戦争をした中なんです。だけども、そういった中でも、仲良くできるんですよっていう部分。一部の人は無理な人は無理ですよ。本当に犯罪者の人はいますから。国と組んでのね。大金稼いでる連中、特に超単位で、絶対無理ですから、そういう人たちと仲良くするの。僕はそれを糾弾していって、潰していこうだから。そういう役目な人間だから。だから、世界中に向けてのね、もう国境、隣の国と国境を引いてるところは、もう絶対隣国と戦争の経験1回以上、もうどこの国もあるんです。第一次世界大戦から第二次世界大戦からの計算で。もうそれぐらいからでいいです。ああいうものが始まってしまったら、結局武力かっていう時代だったんですよ。戦国時代のことをしていてしまったようなもんなんですよ。だから日本とアメリカとの友好関係っていうものを世界に提示する必要があった。いろんな国で喧嘩になり始めた物事の収拾が止まらなくなるんですよ。それこそ戦争始まったらどうします？あなたたち建設業界の人間で戦争を止めれるだけの技量ある人いるんですか？いないでしょ。その時点で僕より下なんです。僕は未然に戦争が発生しないようなところまで話進めてますから。できてますから。以上です。建設業界の人たち。もうこれ以上無駄な建物というか、もう建物建てないとダメですよ。橋。それは、河川の洪水とかに流された橋の補修や。再建設。議員の中でどれだけバカがおる。市議会とか県議会含めて。そいつらにも含めて三親等以内の請求で国庫にお金返納させんかったら無理や。本当にしたらダメなんだなっていうこと覚えられへんから、そいつらは。すぐに何年か経過したらで。この間もすぐそこの業務スーパー、築20年の綺麗なところで設備もしっかりしてるのに身勝手に建て替えた。それで建設業界の人間金欲しかったから。どういうふうな金の回りだったのか知らんけども。業務スーパーは神戸物産や。大体街づくりから人間が関わってる。もうそいつらに仕事させたらあかんねん、本当は。街づくりから人間で淡井圭介側とそうじゃない人たちが存在するから。当然淡井圭介側じゃなかった人間。全員三親等以内の請求や。髪の毛染めてる公務員、お前ら目の前で丸替えせえ。違う、言ってええの。何がシーンや、コンピューターで、また裁判官の声、シーとか言ってきよう。アホなの、その人も。あ、その人じゃん、そのコンピューターも。ホームページ、淡井圭介の履歴を見なさい。もしかしたら、これ言わすために、コンピューターがシーって言ってきてるのかもしれない。港川中学校に通っていました。神戸市兵庫区。東山町だったと思う。あの辺はちょうど、各町の、境目で、いろんな町がありますよ。で、東山町だったと思う。港川中学校。で、僕が1年生から3年生の頃、男子全員丸刈りです。
そうすれば髪の毛染めるようなバカ出てこなくなるから。だけども、あのね、髪の毛の長さを、教師が、こうやって検査してたんです、その当時。で、こういう風な長さ、こう出てる部分があったらね、丸刈りじゃないっていうことで、お前明日散髪行ってこいっていうことになってたんですよ。そういう教育だったんです。裁判所が近いから。歩いて15分ぐらい。まあ20分ぐらいかな。歩いて15分か20分ぐらい。これが正しい教育。男女平等なんでしょ？髪の毛染めたんでしょ？丸刈りにして反省しなさいな。僕、大人になってからも油断していて、美容院の人間が髪の毛染めることを勧めてきて、髪の毛染めてしまって、僕は自主的に丸刈りにしましたよ。ね？自分で自分を戒める根性はあるのかないのか、それだけでわかる。根性ないから髪の毛染めてるんだよ。髪の毛染めっぱなしになってるんだよ。そんなみっともない髪の毛の色知るんだったら自分で丸刈りにせえ。根性あるとこぐらい見せろ。どいつもこいつも全然頑張ろうとせえ。頑張るっていうのはこういう意味や。法律を向き合う。真の法律を。で、政府側の人間で高級を得ながらやりたい放題しとった人間が山ほど存在する。たくさん。っていう意味。そういう奴ら全員正さなあかんねん。これが気合と根性や。どいつもこいつもかけらもあらへん。すぐに複数で歩いて喧嘩売りに行けよ。挑発行為は罰金刑やって言ってるでしょ。何回も何回もせたら累犯加重併合罪。再犯加重。事後報告警察官が全然せん。本当は淡いケースに金払わなあかんから。回収したお金。法律でそうなってる。以上。